皆さんこんにちは。うまいもん食べるもん、うま食べの時間です。本日はこちら、焼肉味の司さんにお邪魔したいと思います。焼肉味の司さんは昭和54年に創業され、和泊港のほど近くにあります。ビジネスホテル司と合わせてご家族で経営されており、気軽に立ち寄れる大人気の焼肉屋さんです。それでは早速行ってみましょう。こんにちは、はい、いらっしゃいませ。今日はよろしくお願いします。それでは早速注文したいと思います。ランチメニューはこの中から選べるみたいですね。やっぱりおすすめの焼肉限定セット、ちょっとオーソドックスに A セットを私は頼もうかなと思います。では早速注文しましょう。すいません、はい、焼肉限定セット A セットをお願いします。はい、ありがとうございます。いやー、やばいです。私今日いつにも増してちょっとテンション上がってるんですけど、お昼に焼肉ってちょっと贅沢すぎません？大人になったなーって実感しますね。コロナが流行りだしてから一人焼肉できるお店増えてきたじゃないですか。でも私まだしたことなかったんですよ。今までまさか島で体験できるとは思わなくて、めっちゃ楽しみです。ディナーのメニューもねここに載ってるんですけど、いろんな種類のお肉ありますね。焼肉セットとかもあるみたいですけど、皆さんこれどのお肉がこうどの部位になるかって知ってますか？まあ、私ちょっと知らないので、今回焼肉食べれるっていうことで予習してきたんですよ。皆さんにどれがどれになるのかちょっと今日は教えたいと思います。最初はタンです。焼肉に行ったらまずはタンからっていう方も多いのではないでしょうか。こちらは牛の舌の部分になります。牛の舌の長さはおよそ50センチもあるため、どこを食べるかによって硬さや歯ごたえ、臭みが全く異なります。焼肉でよく食べられるタン中、タン元は程よい歯ごたえを楽しむことができ、ジューシーなのが特徴です。次にカルビ。焼肉に行ったら私絶対頼むんですけど、カルビは除骨周り、牛のお腹ら辺にあるバラ肉を総称しています。サシが多くて脂の旨味と肉の甘みを同時に味わえることが特徴です。次にヒレ。高級部位として知られているヒレはサーロインの下部、内臓のすぐ上にあります。脂身が少なくキメの細かい肉質が特徴で、柔らかくてその良質さから肉の女王と称されるほどだそうです。最後はミノ。ホルモンモツの一種ですね。牛には実は4つの胃袋があるんですが、その中の1番目の胃になります。肉厚で弾力がありコリコリとした食感が特徴的です。ありがとうございます。来ました、来ました。ありがとうございます。来ました、焼肉限定セット A セットですね。こちらが、そんじゃ焼いちゃいますよ。あ、肉だ肉。肉の香りが食欲をかき立てられすぎてやばいですね。これやけました。1枚いただきます。しっかりしてて、肉の旨味もじゅわーって染み出しててめちゃくちゃうまいです。
幸せ。肉を制する者は人生を制す、その信念を掲げ焼肉と向き合う女子がここにいた。人は彼女のことを肉食のロマンチストとそう呼ぶ。彼女の見つめる先にあるものは幸福か、はたまた後悔か。まるで燃えるハートを映し出すようなその赤みは、鉄板という名のステージで幾度も食欲を刺激する。ジュージューとした歓喜の声援が物語をクライマックスへと導いていく。戦闘態勢は整った。見事なまでに主役級の肉が今彼女の味覚にファインティングポーズを取らせるのだ。これ肩ロースの正しい焼き方、皆さん知ってます？ロースはね、表面に肉汁が出るまでまず片面を焼く。どん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 出てきました。これ出てきたなって思ったら、さっと素早くひっくり返します。あとはじっくり動かさず炙るように焼くっていうのがポイントです。肉ばっか食べてたら太るんで、ちゃんと野菜も焼いていきますね。まあ、これでカロリーはプラマイゼロになりますよね、きっとね。キャベツ、ピーマン、玉ねぎ、人参。ちっちゃい子ってピーマンとか人参とか結構苦手な子いますよね。私ちっちゃい頃から野菜が大好きで、キャベツとか生でずっと食べてた記憶がありますね。みんな大好き焼肉ですけど、でも男性陣の皆さん、女の子をデートに誘う時だけは気をつけてくださいね。こちらのね、キムチもね、焼肉セットにはついてくるんですよ。私キムチ大好物なので、がっつり食べます。うん、白菜の甘さがめちゃくちゃ出てますね。なんかそんな辛すぎないから、辛いの苦手って人でも絶対美味しく食べれると思います。うん、これもまたご飯によく合う。最後の一口です。いただきます。ごちそうさまでした。いや、1000円っていうこのリーズナブルなお値段で、この満足感、ちょっと神コスパですね。めちゃくちゃ満足できました。この焼肉味の司さん、昭和54年に創業したということで、もう43年目になる、結構ね歴史あるお店なんですけど、現在の店主さんは高校卒業後大阪で調理師のお仕事をされていて、そこからご両親の後を継いでここに帰ってきてくれたそうなんですね。帰ってきたすぐにコロナ禍が流行りだしたっていうことで、結構ね大変な時期も続いたと思うんですけど、まあ、それでもね、この一人で焼肉できるスタイルっていうのは、この中においてはめちゃくちゃグッドなアイディアですよね。ご両親から受け継いだ味を守りながら、低価格でこう美味しいお肉を提供したいっていうのをモットーにされている店主さんなので、地元の人だけじゃなくって、観光客の方にもすごく人気で、なので玄関のところにね、サインがね飾られてあるんですけど、近本選手だったりボクシングの長谷川選手だったりっていう著名人の方々がここに食べに来たことがあるそうなんですね。店主の方おすすめのメニューは、ランチだったらやはり焼肉セット、あと日替わりランチっていうのもあります。ディナーはタン塩カルビがおすすめということだったので、ぜひ皆さん食べに来てくださいね。ということで、本日は焼肉味の司さんで美味しいお肉堪能させていただきました。うまいもん食べるもん、うま食べ。